11月5日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて182円80銭安い 29,611 円57銭でした。反落です。トピックスは 14.14 ポイント安の 2041.42 でした。東証一部全体の 72% にあたる1591銘柄が下落、上昇したのは全体の4分の1 24% 540銘柄でありました。東証一部やや冴えない展開となっています。新興市場マザーズ指数が 8.88 ポイント 0.8% の上昇、日経ジャスダック平均が12円と12銭安 0.3% の下落でありました。新興市場はまちまちでありました。日経平均株価の冷やしチャートです。日経平均株価は昨日は休日明け、しかも FOMC 無事通過という安心感で窓を開けて上の方向に離れたんですが、今日はその窓をやや埋めにかかるような売り物に押されています。特段東京市場固有の悪材料というのは観測されていないんですけども、アジア市場がやや冴えない展開だったと。さらに今日はアメリカ雇用統計も控えていますので、昨日ポンと上に跳ねたところからさらに3万円目指して買い上がるという展開には行き着きませんでした。雇用統計前の週末らしい動きでありました。日経平均は下落率で 0.6% となっています。こうした中で、東京市場を固有といえばやや業績関連で売られている銘柄があったというところが、なんとなく心配ではありますね。2801キッコーマンです。場中に業績関連の材料を発表しまして、結局大きな陰線を引いて売られています。390円安 4% 強の下落率でありました。また同じように業績関連では、8058三菱商事も今日は、マイナス方向への動きとなっています。オレンジ色の線25日移動平均線を割り込んで陰線を引いて終えていまして、三菱商事は108円安 2.9% の下落でありました。今日の東京市場全体的に雇用統計前の週末ということで、やや持ち高調整的な売り物が先行、昨日窓を開けて上の方向に買われたということもありまして、反落と反動売りが垣間見えた週末となりました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。